寝起きからの収録。はいということでやっていきましょう。どうもおららございます。はい、ということで本日大絶賛寝起きに収録でございます。前日ですね、まあ徹夜の方をしましたんですけれども、まあそこから数時間後にですね、まあ起きて収録っていう形なんで、もう全然頭回ってないんですけれども、まあ回ってないなりにね、頑張っていこうかなと思いますので、最後まで見ていただければなと思います。もう自分もね、何喋ってるかもう全くわかりません。なのでちょっと編集する時がめちゃくちゃ怖いんですけれども、まあこういうこともあるのかなと思いますので、やっていこうかなと思います。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこライセンスをホークの方でやっていこうかなと思います。でめちゃくちゃ余談なんですけれども、また最近不眠症が大爆発ということなんで、まあ原因不明の不眠症にですね、まあ悩まされておりますけれども、また近々ですねちょっと病院の方に行ってですね、まあ、僕の悩みを打ち分けようかなと思います。まあそんなに悩みっていうものはないんですけどもね、まあただ不眠症なだけなんですけども、まあいいや、もうそんな形でやっていきましょう。んで、今回ですね、やっていく内容に関しては、ちょっと力が入らないんだけど、今日ふやふやしてるよ。ふやふや、こんにゃくみたいですね。こちらでございます。悪魔のジューンブライトのエピソード3の方が本日から始まりました。ということで、今回は、猫泣き村に挑戦していこうかなと思います。さあ、ということで、早速やっていこうかなと思うんですけれども、猫鳴き村ね、まあ犬鳴き村から多分撮ってるんじゃないのかなとは思うんですけれども、そういえば昔さ、まあちょっと前かな、犬鳴き村っていうさ、まあ日本のさ、ホラー映画出てたよね。それ VOD で確か出てた気がするんですけど、気になってまだ見てないんだよね。なんか日本のね、ホラー映画って結構後回しにしちゃうがちなんですけれども、最近結構ね、まあ怖いっていう話を聞いてるんで、ちょっと楽しみにしてるんですけど、まあまたあともう少ししたらですね、まあホラーシーズンになりますので、まあそのタイミングに見ていければなとは思いますけれどもね。じゃあとりあえずもう早速やっていきますか。あ、じゃあちょっとその前にこのあれですね、詳細見てみましょうかね。前回そう見落としてたんだよ、これ全然見てなかったからもう何のこっちゃみたいな感じだったんですけど、今回はちゃんと見てみます。はい、ということでどの辺でございますかと、あ、これでございますね。ステージ3、猫鳴き村でございます。もう文字が不穏すぎだよこれもう死人が出そうな生きがいをしながガガガ、まあ死人が出そうな感じもしますけれどもね。ハネムーン先は怪しい秘境の村、果たして無事に帰ってこれるのか。一番左の看板にですね、この先電波通用せずって書いておりますけれども、まあホラー映画あるあるなんですけれども、そういう場所に行くと携帯が使えなくなるみたいなねことありますけど、本当にそうなのかな、その辺ちょっと気になりますけれどもね。で一番右側にですね、なんとレアチケットが2枚と、あとニャンコチケットが4枚あるんで、これ全部クリアするとこれが手に入るんじゃないかな。これでかくない？めちゃくちゃでかいよね。ということで、じゃあとりあえず無事に帰ってこようかなと思います。はい、どんな感じなのか全くわかりませんけれども、まあ初見で頑張っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。あ、そっか、ふーにゃんこと終わったんだね。そう、前日眠れなかったんで、そうね、途中までねちょっと挑戦する動画の方を上げたんですけど、まあそれに関してもまた、近々アップロードしようとかなと思います。あとね、彫刻でございの方も本赤でやろうと思ったら完全に忘れてました。もうこれはまた次回かな、申し訳ないです。じゃあとりあえずもう前置きも長くなりましたので、早速やっていくよ。はい、さあということで、あ、なるほど、採点報酬ステージでございますっていうことなんで、これもしかしたら難易度としてはそんなに難しくないんじゃないの。なのでまあいつも周回してる編成の方でやっていけば、もしかしたら勝てるんでは、勝てるってか、まあサクッと終わるんではないのかなとは、思いますけど、まず一つ目でございます。ハネムーンは秘境の村でございます。ちょっとそういうところはあんまり行かない方がいいと思うよ。そういうところはね、何があるか分かりませんよ、そういう村はね。まあ別に村に対してそんな偏見はないんですけども、そういうね映画とか見すぎるとやっぱそういうところはね良くないみたいなね、ちょっと植え付けられてしまいますけど、まあいいや、とりあえずですね採点報酬見てみますか。はい、ということでございます。あー、まずはこんな感じでございますね。まあ経験値やったりスネーパーが手に入るっていう感じでございます。
どうしようかな。編成に関しては一旦とりあえずですね、まあ、サクッとね、クリアできるような編成でこれでやってみましょうか。こんな感じでやってみて、とりあえずダメそうだったらまた編成変えるなり、やってみようかなと、思いますので、よろしくお願いします。それでは早速いってき、あ、ちょっと待って、これさ全部で7ステージ、そこ見てなかったんだけど、はい、ということで、あ、全10ステージでございます。はい、なるほど、だいぶ量があるんで、やばいな、前置き時間かけすぎたよね。ちょっととりあえずもう本題に入りましょうか。はい、申し訳ないです。最近結構ちょっとね、市場の話が多いんですけれども、まあ文句は言わずに見ていただければなと思います。まあできるだけちょっと今後はね、もうちょい長い動画もね上げていきたいなと思いますんで、まあこういうくだらない話したりとか、まあやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。まあ僕はこういうスタンスだった気がしますのでね、どうぞ改めてやってみます。じゃあまず一つ目もいっちゃいましょう。はい、じゃあ行きます。じゃあ、あー、やばい。めちゃくちゃ眠いんだけど。本当にやばいな。まあいいや、とりあえず行きましょう。もう本当にね、本当不眠症ってマジで、あー、早い。終わりが早い。てかなんかこの城初めて見るね。なんこれ、これあれか。名前がちょっと出てこないんだけど、建物。はい、ということで、お告げでございます。この先、電波通用せずということで、そう、こういうさ、なんかさ、看板とかにさ、カタカナでこういうの書いてあると、ちょっと怖いよね。まあいいや、じゃあ行きます。さあ、二つ目でございます。この先、電波通用せずとか、もうね、普通にさ、こういう看板がさ、なんか山道とか出てきたら、超ビビるよね。そう、カタカナ表記ってさ、すっごいなんか怖いんだよ。こういう感じ、こういう感じね。表現がちょっといけないんですけど。あっさり終わるな。よしよし、まだまだ考えいくよ。資料と記念撮影、いいな。資料と記念撮影一回やってみたいな。なんかさ、昔ね、ちょこちょこね、そう、僕が若い頃に心霊スポットとか行ったことあるんですよ。何箇所か行った、ちょっと待って、あ、早いんだって終わると話させてくださいよ。次に話します。きしむ畳と四十肩、どういうこと。で、先ほどの話の続きなんですけども、そう、若い頃にですね、まあ、心霊スポットの方何箇所か、行ったことあるんですけど、まあ別になんかそんなにね、なんかその危険度は高くはなかったんですけども、もうそれでも一回ね、ちょここからちょっと面白い話なのに、まあまた次話します。霊と無邪気に鬼ごっこで、そうそれで、何箇所か行ったわけなんですけども、その一箇所でですね、記念撮影したらなんか変なのが映ってたんですよ。で、それも僕も気づかなくて、なんか友達になんかこれ映ってないみたいな。で、拡大してみたら、なんかおばあちゃんみたいな顔があったんですよね。まあ、本当にそれおばあちゃんに見えるだけで、本当は実は模様なのかもしれませんけれども、ちょっと待って、ゆっくり話して。ちょっと、あ、レアチケットもらった。やった。2ブロック1マス人形で、老婆みたいな顔の方が映ってたってことで、いや嘘だろうと思って、また改めてその場所に行ったんですよ。そしたらその模様の場所が一切なかったんだよね。で、それが本当にですね、すごいちょっと個人的にね、なんか心残りというか、モヤモヤした点かなと思いますけどもね。結構そういう話するとみんなビビるんですけど、僕そんなに、別にそんなになんかあんまり霊感とかないんでね、なかなか信じられないんですけども、まあ貴重な体験かなとは思いますけどもね。はい、ということで、じゃあ続きます。命がけのかくれんぼ。まあやっぱり心霊スポットはね、人によっては結構霊感が強い方もいますので、まあ行く際は本当に気をつけてください。まあ最近結構ね、心霊スポットもですね、まあいろいろなね、大人の問題もありましてね、ちょっとあんまりね、入りすぎも良くないとか、場所によっては結構普通にアウトな場所もあるんで、まあその辺もちゃんとリサーチしつつね、まあ大丈夫な場所なのかっていうところもですね、確認していただければなと思います。まあトンネル系だったら、まあそんなに問題ないのかな。田舎のトンネルはね、割と本当にね、結構割と大丈夫かなと僕的な印象なんですけど、まあおすすめはしません。あんまりおすすめはしませんけれどもね。はい、じゃあ次行きます。森塩をつまみ食い。まあそんな感じで途切れ途切れだったんですけど、まあ僕のね、若い頃のちょっと怖い話というか経験話の方ですね、してみましたっていう感じでございますけども、そうだ、森塩でも思い出したんだけどさ、なんか昔鬼門の開け方っていうさ、なんかスレッドだったのかな、なんかそういうのがあって、なんかある一定のなんかそういう条件満たすと
なんか鬼門が開けるのかなんだかわかんないんですけど、なんかそれがマジであったみたいな、ちょそれもちょっと表現ができないな、まあ、そういう話もなんかちゃんと調べて話したかったんですけど、まあそう、もうそうそう、もう森塩、もう森塩ね、森塩、森塩は食べちゃダメだよ、普通の塩にしましょうね。はい、という感じでございます。次いきます。井戸の底はぬかゆか。これもう名古屋背景がいいね、いい感じになりましたけど、もうこれ何個目なんだろうね。なんかそろそろ終わりそうな感じもするけどね。なんか過去のそういうさ、怖い話をベラベラ話してる間に、だいぶね、結構進められたのでね、もう少しで、あー、こっからなんかやばくなってきたぞ。これいけるかな？やばいやばい。チキランが多い、チキランが多い。ちょっと待って。おい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 。うわ、これ、ちょっとエンジェル砲打ち込みたいんだけど。これちょっとまずくない？ちょっとちょっと、落ち着け落ち着け。まさかの、あー、受けた！なるほど、やられたわ。こっからでございますね。よし、じゃあちょっと編成の方をですね、変えていきましょうか。さすがにやりかな、この辺ちょっといろいろ変えてまいりますか。まあほとんどね、対ゾンビかなとは思いますんで、まあ対ゾンビのキャラクターも入れつつ、そうだな、また今回もちょっと黒キャスさんにちょっと頼ろうかなとは思いますけどもね。なかなか突破力えぐかったな。どうしようかな、何のキャラ入れるかな。あとはそうだな、まあお財布余裕あったっけ。ちょっと待って、その辺がちょっと何とも言えなかったけど、まあ、あとはそうだな、とりあえずあとはリベンジも入れつつ、この辺でいいかな。で、このちょっとガオはさすがにちょっとあれなんで、対ゾンビの超激レアの方ですね、一体入れときましょうか。あー、せっかくだったらあれかな、初号機入れてみるかな。最近なかなかね、使う場面もなかったんで、ムートどうだろうね。一旦こんな感じでとりあえずやってみるか。で、あとはエンジェル砲で、よし、じゃあこれで再戦してみましょう。いや、これでも勝ちに行くぜ。よーし、ということで再戦でございます。これで最後なのかな。いや、そんなことはないよね。さすがにそれはないとは思いますけど、なんかあともう何ステージがあるかもしれませんけど、でもそれでもこの難易度は結構やばない。マジで結構やばいよねこれ。舐めてかかると普通に負けたんだけど、いや、びっくりしたわ、マジで。どうしよう、お財布ダメもちょこちょこしていきたいところではありますけれども、あのチキランがやばいんだよね。なので、とりあえず序盤から出しすぎは良くないんで、とりあえずうまく引きつけつつ、じゃあこの辺からかな。これさ、キャス大丈夫かな？大丈夫かな？あ、よしよし。このチキランの数やばくない？これ。やばいよ。あ、でも、オッケー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 。よしよし、いい感じでさばけております。もう、こっからはもう適当に行きましょうか。おい、大量発生してるよ、チキランが。とんでもないな。よし。まあ、ムートが頑張ったら、おい、ちょっと待って。落ち着け。ちょっとさばくの大変なんだけど。いやー、これこそニャンピューでさ、もうとりあえずなんとかしたいね、これね。この、なかなか進めないんだけど、進めたいのに、よし、OK、初号機がいい感じでございますね。めちゃくちゃ、よし、もう来んだよ。これ何これ。無限じゃん。あ、OK、よし、怠けが消えたので、よし、ここまで来れば大丈夫そうじゃないですか。これ最後か。初号機が消えた。お疲れ様でございます。OK、ここまで来れば大丈夫です。はい。まだあんのかな。まだありそうかな。あ、まだあるんかい。はい、ということで、お次。お土産抱えて無事帰宅。あ、ということで、これで最後じゃないのかな。ちょっと待って、数えてみるか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あー、これで終わりでございますね。なんかベラベラ話してる間に、これで最後でございます。これもなんか怪しさ満点なんで、じゃあこの編成のまま、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。さあ、ということで、ラストステージでございます。どうだろう？いっぱいまたゾンビ出てくるのかな？その辺はわかりませんけど。でもさ、この城さ、初めてじゃないのかな？なんか、めちゃくちゃ初見な感じがするんだけど、気のせいなのかな？過去には出てたのかな？その辺はね、あんまりね、なんか城はちゃんと見ることもなかったんで、なんか新鮮さをめちゃくちゃ感じますけれども。まあいいや、そんなことはさておいて。そんな感じでやってまいりましょう。あー、危ない、落ち着け。ちょっとやっぱやばいな。悪魔混じれると大変だね、これね。
このさ、悪魔ブレイカーがさ、これなかなかね、ついてるキャラクターがいないと、これ厄介だよね。まあその辺もちょっと今後入れてやっていきたいところではありますけども、ああどうしよう、結構序盤でいろいろ出しすぎちゃったんだけど、まあいいか。え、何出てくる。あー、なんか予想通りな感じがするなんか予想通りな感じがする、この辺に関しては。いや、なんか出そうだなとは思ったけど、まあまあでも大丈夫じゃないのかな。あー、もうクマンケン2体か、やめてよ。もうなんか発掘ステージみたいな感じだね。発掘ステージもさ、そういっぱい出てきてなかなか厄介でございましたけれども、よし。あ、でもこれはなんかいけそうな兆しを感じておりますけども、よしよし、オッケーオッケー、エンジェルフォームあります。オッケー、いい感じでございます。まあここまで来れば大丈夫じゃないか。あー、もうこのゾンビイノがなかなか大変で、よし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 、オッケー、これ大丈夫そうでございます。で、これクリアすると、あれですよね、ベアチケットの方が、獲得じゃないですか？違いますか？そうですよね。そうですよね。とりあえず、今ちょっとお腹痛くなってきちゃうんだけど、どうした？寝冷えしたのかな？はい、ということで、しきましたー。はい。ということで、すべて獲得できたのかな？はい、ということで、とりあえず、まあ、無事、終了でございます。さあどうだろう、最低報酬すべて獲得はできたのか確認していきましょうか。あ、今のところ大丈夫そうですね。あ、大丈夫じゃないですかね。あ、オッケー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 、無事すべて、獲得でございますということなので、何枚だけ合計、ちょっと待って、もう一回確認しましょうか。はい、ということで、どこだ、あ、これでございます。はい、にゃんこチケット4枚とレアチケット2枚の方、無事すべて、クリアすることができました。なんとか無事ですね、帰ってくることができました。ね、こ泣き村でございますけれどもね、なんかちょっと可愛い感じもしますけれども、まあ、とりあえず無事クリアできたんで良かったのかなと思います。で、どうなんだろうね、また今後出てくるのかな、その辺は分かりませんけれども、まあその辺もですね、まあ、また何かしら来た際はやっていければなと思います。あ、あと最後にちょっとねミッション見てみましょうかね。それもなんか前のやつ受け取ってないんだよね。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、なるほど。あ、せめて受け取りますね。オッケー。じゃあ、とりあえず、これも、受け取っとくか、とりあえず。はい。ということで、あ、そうだ。あと、カンナちゃんもね、そう、素材が多分そろそろ足りると思うんで、進化させたいなと思うんで、まあ、その辺も進化動画、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。今回ちょっとだいぶ時間いってしまいましたけれども、まあ、たまには長い動画もどうですかみたいなコメントの方もたまにいただきますので、まあ、定期的にちょっとね、まあ、これくらいの時間の動画の方も上げていければなと思います。まあ、あとは自分の体力だったりとか気力とかで相談しながらやっていければなとは思いますけど、まあこんな感じでね、まあ最近の近況報告とかそんな感じでね、まあすごいどうでもいい話もしながら、とりあえず今後もまたやっていこうかなと思いますので、また見ていただければなと思います。まあ寝起きの割にだいぶねなんか喋れたような感じもしますけれども、まあまた編集しながらですね確認していければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Goodbye.